横田早紀江さんを救いに導き、恐れるな。年の瀬も迫った今月8日、東京都で開かれた集会で、横田めぐみさんの母早紀江さんの口をついて出たのは、やるせない思いでした。世界中が何だか落ち着かない状態になって、もう拉致問題も小さな一つの事件として置かれているような感じがするような、政府も何かをやってくださってるのか、そこが見えなくてですね、何をやってくださってるんですかっていうことがわからないので、希望が持てないんですよね。最愛の娘にもう会えなくなってしまう早紀江さんにとっては、これまでになく焦りが募る一年でした。新潟市にある寄居中学校の1年生だっためぐみさん、部活動を終えて自宅に帰る途中、忽然と姿を消しました。1977年、45年前の11月のことです。家中みんなでもう一日も早く帰ってくることを待ちわびてるところなんですけど、その後、25年前の1997年にめぐみさんの拉致疑惑が浮上。20年前の2002年に北朝鮮が初めて日本人の拉致を認め、5人の被害者が帰国しましたが、そこにめぐみさんの姿はありませんでした。きっとめぐみちゃんも帰ってくるに違いない。もう息子たちは絶対にお姉ちゃんを大きな日の丸で包んであげようって言って、大きな日の丸の旗を買って持って行ったんです。それであそこから降りてきたら、もうお姉ちゃんって言って、この日の丸に包み込んであげようと言ってたんです。私たちは本当にそれを夢見てあそこにいたんですけども、あの日、24年ぶりに祖国の地を踏んだ柏崎市の蓮池薫さんです。帰国から20年を迎える今年10月、BSN の取材に応じました。帰国から月日が経つにつれて、もう一度北朝鮮に事態を動かさせる、そんな思いがより強くなっているといいます。自分の運命、自分の家族、完全に翻弄されてしまったってことですね。今私が経験したような状態、で今置かれた人が現在も救出されないままいるんだっていうことですよね。でそういう人たちを救出しなきゃなんない、これは将来の問題じゃなくて今の問題であると。今月10日、佐渡市で署名活動を行った曽我ひとみさん、帰国から20年の今年、高齢となった他の拉致被害者家族に会い、心配がより大きくなったのは、共に拉致された91歳となる母、三好さんのことです。私にとっては、世界で一人しかいない、母のことを思うと、本当に今自分ができることは何なのかということを、毎日毎日考えてしまいますけども、しかし北朝鮮の行動は今年も反発を招くばかりでした。これまでにないほどのペースでミサイルを発射し続け、拉致事件についても日朝首脳会談から20年となった9月に北朝鮮のソン・イルホ大使が声明を出しました。拉致事件はすでに解決済みという姿勢を改めて強調し、日本を牽制しています。そしてめぐみさんが拉致されてから45年となった先月、弟の哲也さんと拓也さんの姿は新潟市にありました。健在なうちにめぐみやその拉致された家族や被害者と日本で再び抱き合って、お帰りと、そしてごめんねということを言えるまで絶対に諦めることはできないというふうに思っています。本当に時間がない。現状に焦りを隠せないのは、北朝鮮による拉致の疑いが指摘されている特定失踪者の家族も同じです。
大沢隆さんの兄翔一さんの願いはただ一つ、生きて弟と抱き合うことですが、高齢となった体に一日一日が重くのしかかっています。ぜひ日本人の生命と財産を守る国家になってください。日本人を抽出する目標に向かってしっかりと対策を練り、一刻も早く命を張った交渉を進めてください。4月に満開になった花水木、24年もの間娘の美奈子さんを探し続ける中村邦さんが、娘がいなくなって間もなく庭に植えたものです。今年も花をつけたその力強さに娘の姿を重ね、無事を祈りました。20年余りというのは本当に長く感じました。あの小さな花水木の苗が20年経ってもう屋根に届くように大きく成長して、これだけ年月が経っているのに。お会いできて嬉しいです。今年は2002年の日朝首脳会談から20年、拉致された娘や息子、兄弟を救い出すために家族が集まった家族会の結成から25年、そして横田めぐみさんが拉致されてから45年と節目が重なる1年でした。しかし帰国を待つ家族や友人にとっては、ありますね、節目って言いますけど、節目なんてあっちゃいけないんですよ。あの45年経つ、あの5日前だろうが1週間前だろうが、早く 1分1秒でも早く返してほしいわけで。もう何十年もの間命を削って訴える家族の声を政府はどれだけ真剣に聞いたでしょうか。拉致問題は岸田内閣の最重要課題です。目に見える進展がないまま、また新たな年を迎えようとしています。時間さえ経てば、その、ね、一番強く拉致問題を訴える親の世代は少なくなっていくだろうって、そうすればやりやすくなる、もう思ってると思いますよ、上当局は。これをひっくり返さなきゃいけないわけです。この考え方をひっくり返すには日本政府の覚悟です。まあ、いい日の朝起きたらね、ちゃんと起きてご飯食べてるんだからとかね、まあ、いい日を持っているわけですよ、子供のことをね。皆さんのお子さんだったらどうなさるんですか。政府の方も同じ親として、そういう日本じゃいけないんじゃないですかって一生懸命言うしかなくて。娘の声も聞こえない、どこにいるかもわからない、表現のしようがないほど虚しいばかりの45年。しかしその暗闇の中でも早紀江さんは、いつか訪れる一筋の光を信じています。忍耐あるのみですね。もうそれの連続だからね、忍耐の連続で。でも希望を持って必ず何かが起きるんだって思ってるから、それで生きてられるんですよね。